マッキントッシュフシエクスマッキントッシュフシエクスは1989年マッキントッシュアックスの発売の半年後にアップルコンピューターから発売された。筐体デザインはマッキントッシュ2を継承しフロッグデザインによるデザイン言語スノーホワイトを踏襲した当時アップル社内のデザイナーであったギャビン・アイベスターらによるもの。アックスにより磨きをかけた機種で 以前の機種よりも FCX は静粛だった。ニューバススロットを3つのみと半減させたため、よりコンパクトである。新しい筐体はアップルが横置きまたは縦置き両方に対応した唯一のもので、後継機種のマッキントッシュアサイトクワドラ700にも流用された。縦置きの概念は、最初のミニタワー筐体の一つで、CEO のジョンスカリーが、 机上の専有面積を減らそうと提案した。FCX の導入では、ジャンルイガ製が、観客の前で部品を組み込める FCX のモジュラーデザインを実演した。組み立て、修理がやりやすくなったため、使用者はラムやニューバススロットや電源等がネジ止めされずに、手軽に設置できることを好んだ。この機種は、マッキントッシュアサイに置き換えられて廃止された。 マッキントッシュ FCX は 16MHz の MC68030 プロセッサと MC68882 フプーを搭載している。ニューバススロットを3機搭載し、ハードウェアをプラグプレイで拡張できる。3.5インチのハードディスクドライブ内蔵モデルが発売された。同時期に発売されたマッキントッシュ SE30 同様に、 キーボードやマウスの接続用にアップルデスクトップバスを備えている。キーボードは別売で ADB アップルキーボードまたはアップル拡張キーボードを選択できた。マッキントッシュフシエクスのロジックボードにはビデオ回路は搭載されておらず、ベッドニューバスのビデオカードが必須であった。日本でも1989年に発売開始され、 OS は漢字と黒くてが搭載された。ありがとうございます。